なるみちゃん自分も映さないとだよ。あ、まあそうなんですけど、別にだってこれ1時間の動画になるから、確かに確かに一部二部って。確かに。まあ、ちょっともう私も映りますけど、うん、何したらいいか分からない。何したらいいか分からないです。長い動画になるんで。なので場所的には、はい、なんて言ったらいいんだろう、家から、うん、ホビー空港の方に行く感じになるんですけど、はいはい、でも皆さんはーって感じじゃないですか、うん、そうですね、それがーって感じ。あ、北の方、北、北、北、ね、南、北南、違うね。えぇ、ー、北南本当か。北南って北南って全然反対方向だ。どっちで言ったんだろうね。まあよくわからないんだけど、うちから11分ぐらいですね。はい、うん。違う、11マイルだから15分って書いてある。はい、15分ぐらい。なんで途中ね、途中エリカが通った、そして今アシュリーが通ってる、あ、そう高校の校舎もちょっと横に見ながら。うん。でもショラたちの家って結構いいところにありますよね。だと後ろ盆地みたいになってるんですか。そうね、うん、貯水池、貯水池でサッカーフィールドもある。そうそうそうなの。だからうちここサッカーフィールドでも、うん、車で来るところなんだけど、はいはい、後ろにある池をね、うんうん、泳げば自分で来れるサッカーフィールド。確かに確かに、うん、泳いで行ったらどうの。普通に歩いても来れるんですよ ね。そう、歩いても来れるし、うん、自転車でも来れる。そうめっちゃ来ると思えばね、うん、ちょっと危ないからやらしてないけど、うん、だからよく冗談で泳いで帰れてたけど、はいはい、よく私歩いたことありますもん、白さんの家がここまで。ここまで？うん、普通に普通に。あ、本当？うんうん。そう散歩がてら。ね、ここ全部水で埋まったんだよね、ハービーって。そうなんです、そうなんです、すごかったですよね。サッカーゴールの上だけが見えてね。うん。本当にあともう少しでってところまででしたね、浸水しそうでしたね。なんかね、この辺にポンポンポンって豪邸が立つんですよね、名前は分からないけど。本当。こんな田舎の。こっちはね、普通なんだけど、こっちが豪邸なんだよね。確かに。それ墓地もありますし、ね。墓地もありますね。そう、こっからあれですね。うん、墓地ですね。とか、シノさんが。ここあれよ。あの人が埋まってんのよ。ジョージ・フロイドが。あ、ジョージ・フロイドさんがここに埋まってる。ライブ・マーターズの、ね。ライブ・マーターズのきっかけになった。きっかけになった、I Can't Breathe ので死んでしまったジョージ・フロイドさんの。ここにあるんですよ。でもすごいパレードがなったんですよね。てか、ここに住もうとしたんでしょ。ここのコンプレックスですよね。こっちの、うん、目の前にあるここに最初家を買おうとして、うん、10万円のデポジットも払って落として、うん、買いますって言って誰にも見せないでくださいってそこまで言ったのに、うん、最後の最後に、うん、やっぱなここ出てきてよ朝、うん、できます出てきてまず最初に見るのが墓ってどうよと思って、そこがちなみに学校です。エリカがいた、アシュリーが行ってる学校です。結構近いんですもんね、家からね。近いね。エレメンタリースクールより全然近い、うん、一番近い学校だね、うん、ここ、うん、ね、テキサスの旗がね掲げておりますけど、これ他の州もそんな感じなんですかね。でも学校とかにはあるみたいだよ、やっぱり州の旗。あ、そうなんですか。でもテキサスってさ、カーディーナショップにもあるじゃん。カーディーナショップにもある、テキサスの旗が、うん、なんならレストランにも掲げてある。あります、あります。そういうのはないと思うけど、うん、他の州は。本当テキサスって運転してるといろんなところに州の旗がはためいてるから、うん、誰にもこう、ああこれが州の旗なんだって覚えて帰れる。そうですよね。だって私知らなかったでも、ワシントン州の旗。ねえ、わかんないよね。ネバダ州の旗も分かんない。旗も分かんない、うんうん、普通知らないよね、うん、まあ、なんとなく分かるのがなんかカリフォルニアの、ね、あの熊のさ、熊のあれはなんかお土産とかにもなるしさ、はい、知ってるけど、 T シャツとかなんかパーカーとかにもなったりしますもんね。そうそう、ね、なんかテキサス住むって結構ヒューストンエリアは特にですけど、ね、いいよね。いい穴場だと思う。穴場だと思います。安いし本当に、ね、ステータックスないし、うんうんうん、まあ、確かにエンターテインメント性があるかってちょっとないですけど、うん、でもアメリカどこ行ってもそんなじゃない。うん、まあ、カリフォルニアぐらいですね。カリフォルニアね、ラスベガス、ニューヨークはちょっと3つ全然ちゃうかもしれないけど、うん、でもラスベガスも飽きますけどね。あ、そう、はい、フラミンゴも飽きる。フラミンゴも飽きる、本当に。だって大きくないんですよね、ラスベガスって。そうね、ちっちゃいもんね、うんうん、3日ぐらい来て遊ぶぐらいだったら楽しいかもしれないですけど、ね、でもやっぱ
ないし山があるわけじゃないし、うん、海があるわけじゃないから確かにね、はい、あ山は見えるけどね見えるね見えるじゃんすごいあの山山山脈がまあそうですけど砂漠ですよねまあ確かに確かに、うん、まあハイキングに行けるような山ではないわな、ね、ない確かにねと考えると確かにテキサスは、うん、あのまあいい方に入る特にヒューストンエリアだと、うんまあ、海に行こうと思えば行ける、まあ、汚いけどね、はい、汚いけど、うん、まあでもあのオーストラスはできるよねはいハイキングをしようと思えばできる、できるそう考えると自然は多いですよねそうだね、まあ、ハンティングとかしないけれども、うんまあ、顔もあるしね、はい、サンドルが行ったらね、うん、で安い安い住むのも安い安い、うん、でセールタックスがないないガソリン安い所得税があんまり引かれない、はい、ガソリンも安い自給自足してることができるから安い安めだね、うん、私この前勉強したんだけどね、はいはい、会社の報酬で、うんうん、テキサスのその違うのちょっと前に行ったミッドランドっていうあのウエストテキサスのあのシェールガスがなんか取れるところザックさんはいはいはいあそこであのアメリカの、うん、あの全米で、うん、もうダントツ1位 の、はい、あの原油産出場所らしいんだよねへえだからあのいやテキサスって本当にすごいんだなとか思っちゃったオイル の、 あのだ出しっぷりがへえそれって今原油高くなってますけど関係してくるんですかね原油のあの高騰はなんかあれだよね経済の動きにもたくさん関係してるだろうねうあっここだ起きたあ言うたほんとなんか大丈夫かっていうところにある、うん、ちょっとね、うんうん、多分この後ろだと思うんだよねわけわかんないティーキャフェのほんとだこれティーキャフェこれこの青いやつあ、これ駐車場がこんだけしかも超混んでるじゃん駐車場っていうどこに置くの私これあここに1個ありますいやあれ開いてるラッキーですねあ本当だ目の前に開いてる、うん、ここトレーラーがストレーラーへえ。本当だ普通にいたら、うん、まず入んないでしょ入んない絶対こんな絶対こんなただの家でさこんな鉄柵みたいなのがあって、うん、うわ絶対入らない入らないよね、まず、うん、お、混んでるんだ、すいませんあ、サービス